はい、今日は正座の意味をやっていきたいと思います。順番にゆっくりやっていきたいと思います。正座は何がわかるかと言いますと、その方の本質、性格、あるいは社会での顔、あ、どうもっていう時の顔と、プライベートで壁を見つめてる時の顔ですね。はい、ページで言うとこちらのページになります。あと資料を持っている方はこちらの西洋占星術の読み方というところの次のページのここですね、自分のプライベートの性格や本質を見るというところを見てみてください。アセンダントの指す星座があなたのプライベートの本質です。はい、どういう意味でしょうか。わかんないですね。はい、ホロスコープがあると1ハウスですよね。1ハウスがあって、ここに12ハウスがありました。ここですね、ここに入っている星座です。さあ、ここの星座がアセンダントの指す星座、はい、これおひつじ座です。おひつじ座が第1ハウスと第12ハウスのこちらですね、アセンダントの指す星座となってます。はい、こちらがあなたのこのホロスコープの持ち主の本質です。プライベート、ドアバタンと閉めて一人ぼっちになった時にこの性質が出ます。そういう感じで見ていきます。次にちょうど0度とか2つある方、はい、どういうことかというと、ここが0度になっててちょうどジャストの場合で、こっちがこんな感じで、こっちが魚座、はい、おひつじ座と魚座ですね。ちょうどじゃあ真ん中だとどうなるっていう話なんですが、まあ両方でもいいですよということを言っています。2つの本質がある。じゃあ二重人格なのか、いやそうかもしれませんね。二重人格の可能性高いですよ。はい、次がですね、アセンダントはプライベートですよね。で、次のページの読み方の次のページに行くと、社会での顔、性格や本質を見る、はい、MC ですね。ここでまた MC が、こっちがアセンダントですよね。で、MC ってどこだったか覚えてますか。はい、9ハウスと10ハウスの間ですよね。はい、ここ MC ですね。はい、MC、 ここに何が来てますかということですね。まあ、順番的に魚座、ここが水亀、こんな感じでヤギさん、はい、ヤギ座さん、こういうふうに星座が回っていきますので、順番で言うとこんな感じになります。ここが2つ性質があって、プライベートでは2つの顔を持ち合わせています。で、この方は社会での顔、 MC が指す場所に当たる星座が社会での顔、あ、どうもっていう時ですね。はい、これの今日は抽象的な意味を覚えていただきます。では12星座の抽象的な意味をやっていきたいと思います。まず星座は12個あるよです。その中で、そうですね、一番初めに当たるものやっていきますよ。おひつじ座です。はい、おひ
羊座。なんかこうパッと見難しいなっていう方はここに真ん中羊さんが入ってますんで、めーと覚えてください。で、めーと覚えたらね、羊さんってこう角が生えてるの、こういうなんか、あ、これヤギかな、なんかこんなの生えてましたよね。これで覚えてください、このマーク、おひつじ座です。いいですか、花がないとね。はい、おひつじ座です。はい、おひつじ座の方は、奇数活動日と書いてあります。これはまた中級の方でやっていきたいと思います。頭、顔、頭脳、これもまた後で説明します。ちょっと飛ばしていてください。ルーラーは火星である、これもまた後で、まずは理解することに集中しましょう。おひつじ座、抽象的な意味なので天秤座と深い関係があり、すごく純粋で単純です。で、ここで覚えていただきたいのは単純だということを覚えてください。おひつじ座は単純、単純どういうことかというと、プライベートの自分がもしおひつじ座だったら、すごくプライベートでは単純。何食べたい？チャーハンでいい？うん。お腹すいた？うん。何でもいい？うん。すごく単純純粋です。疑うことを知らない。そのままですね。で、仕事の面で性格が出るとしたら、プライベートで、お仕事をされている方、自営業の方なんかは、この性質でできるような職種ということになりますので、単純作業が向いているということになります。これもまた、職種の方でご説明しますけれども、大体単純だということを、ね、覚えてください。羊さんって呼べば来ますよね、お腹空きますよね、そんな感じで覚えてください。で、あとちょっと読んでいきますね。荒い性質、ちょっと荒いんですね。繊細ではない。直感的で本能的な判断、まあ、直感的である。一瞬で決めてしまうが、判断は間違っていないことが多いかもしれない。はい、自分探しのサイン、不安定であり続けて、火を絶やすことができない。これはですね、不安定っていうのは、まあ、基本的にはその人の性格っていうふうに、今はやってるので、おひつじ座のこのアセンダントが指すおひつじ座とか MC が指すおひつじ座で、その人の性質を見る場合は、心が不安定である、ちょっと不安症っていう感じですよね。はい、で、常に何か新しいことをこう作り出していて、火を絶やすっていうことは情熱としてもいいですね、収蔵ですね。はい、で、新しいことに飛び込み、新しい動きを作り出す。常に不安があるけれども、そのせいで眠れなくなってしまう。常に不安があって、そのせいで眠れない。狼に食べられるからですね。はい、そう覚えていただくとすごく分かりやすいと思います。プライベート、アセンダントが指す星座がおひつじ座の人はこんな感じの性格ですよということを表しています。はい、次いきます。はい、次はお牛座ですね。はい、覚えられない方、また真ん中、牛さんです。もう。で、牛さんも、頭の頭蓋骨があったら、鼻に輪っか。と覚えてください。はい、鼻輪っかです。偶数固定、地。喉、首、耳、甲状腺、舌、時間数字2、ルーラー金星となってます。これはまた後ほどです。五感の発達を求めて行動します。結果、美意識が高くなります。まあ、美意識が高い方ですね。はい、おひつじ座に天体があると生まれつきの優れた才能あることを表します。ありますか皆さん、優れた才能です。
後半に民族性や伝統といった広範囲に活動することとなり、伝統を守る方とか、例えば歌舞伎役者さんとか伝統を守ってますよね。そんな感じになります。おひつじ座を閉じ込めようとする、はい、さっきのおひつじさん、おひつじ座さんを閉じ込めようとします。これはですね、閉じ込めようとするっていうのは、例えばお牛座さんのお母さんであったら、おひつじ座さんのお子様を、家から出さないというようなイメージでいいと思います。おひつじ座を閉じ込めようとする作用とお牛座さん、2つの要素があるときは合わせて考えるのかっていうと、こういう面もあるしこういう面もある、別に考えてください。はい、対人よりも対物主義である。はい、ここが大事ですね。まず対物主義である。対物、どういうことかというと、物質欲がものですからね。ここ重要です。ものに執着があったりもしますよね。あと所有に関する際なので、欲張りさんです。はい、欲張りさんです。あとは持久力があって変化を好まない。変化を好まないので、上に書いてある偶数、固定値、固定ですね、固定します、固定しようとします。変化を好まない、風や火に無関心、古いものに関心がある、好きなことを楽しんで続けることが大切である。なのでアセンダントの指す星座がお牛座さんの方は、対物主義で欲張りさんと覚えてください。はい、こんな感じの人ですね。 MC の場合もそうですね。社会的な顔が欲張りさんで対物主義なんですね。骨董品屋さんとかやってそうですよね。じゃあ次行きます。はい、双子座さんですね。双子座さん、こんな感じですよね。はい、双子座さん、双子座さんは、奇数柔軟風、はい、手、腕、神経系、時間数字が3、ルーラー水星、再現すること、肉体意識を伴う個人として自覚がある状態、何のこっちゃ分かんない。はい、外界に対しての好奇心が働きます。まず好奇心が旺盛だということ、あと他者との競争を意識します。競争する儀式ですね。はい、変化が不規則である。はい、知性、遊び、スポーツなどに関心が向きます。他者との共存や共同ということには意識がない。そうですね、まず協調性がないというような感じでいいと思います。個人としての可能性の限界まで拡張していくこと、伝統、集団性、習慣には意識が薄いこと、精神不安になりやすい、どこに拠点を置けばいいかわからなくなる。柔軟なんでね、ちょっと左右されます。一番覚えていただきたいことは、はい、好奇心がある、好奇心と、あとは、遊びやスポーツ、に関心が向くということですね。あとは共存意識はない。共存できないとなると、一人でやるタイプの方っていうのがよくわかりますね。双子座なのに一人でやる、共存意識がないね、残念。次は蟹座さんですね。はい、蟹座さんです。蟹座さんはこんな感じのマークです。69じゃないですよ、69と覚えてもいいですけどね。こういうマークです。蟹座さん読んでいきますね。偶数、活動、水、胸、胃、時間数字4、ルーラー月、4は安定、定着を表しています。はい、1、2、3を提出させ集団の場に植え付ける、何のこっちゃ分かんない。はい、
2人以上の人間関係の場が必要である。ここですね。2人以上の人間関係が必要。共存意識が強い。そして情で動きます。はい。共存可能ですね。先ほどとちょっと違いますよね。はい、共存可です。ね、丸。あと流行の作家やデザイナーに作用する。そうですね、蟹座はデザイナーとか作家っていうのにはいいと思いますね。あと囲う。囲う範囲を決めないと発揮できない。ここがね、ちょっと、まあ、人生的に悩んだ時にいいと思います。囲う範囲を決める。これは、東京でとか、私東京で一番になるぞと決めるとか、このスポーツ界でとか、そういう場所を決めてくださいということですね。はい、学校でとか。あと自分の考えを他者に強引に押し付ける。無理なら排除する。良いものをコピー。そうですね、蟹座さん一番覚えていただきたいのは囲うということで、囲うというところから保護する。はい、母親が子供を保護するというような感じですね。保護意識が高まって共存するということに重点を置きます。で、囲う範囲、自分では自ら囲う範囲を決めるとすごく能力が発揮されるということですね。6ハウスに蟹座がある方なんかは常に保護するということになりますので、日々の暮らしなどに合わせて考えてみると、毎日毎日誰かを保護するということが、まあ、自分の中でお金になるルーティンワークですね。ルーティンワークになる。保育士さんとかもいいと思います。学校の先生とかですね。あとは家庭ですよね。はい、あと性質、体質的には保護するということなので、蟹座は水の性質ですので、ちょっとむくみやすい、水を保護しちゃうということで、ちょっと気をつけてください。そんな感じで使っていただけるといいと思います。じゃあ、あと1個いきますよ。獅子座。はい、獅子座さんです。獅子座さんは、覚えづらいですけど、ちょっと音符がへん曲がっちゃった感じか、そうですね、タコさんウインナーか、もしくはミノムシですね。ちょっと覚えていただきたいです。形をパッと見て何座か覚えていただきたいですね。はい、獅子座さん、ちょっと読んできます。奇数、固定、非、心臓、脾臓、背中、時間数字5、ルーラー、太陽。はい、一般性重視、集団的平凡さを表します。まず平凡。はい、平凡です。天体が獅子座に入って影響が強い人は創造的で個性的に生きることを夢見ます。獅子座が入っている方は憧れが強いわけですね。平凡に行きたくない、だけど平凡なんです。残念なので、この性質を覚えてしまうとちょっとおかしくなりますので、獅子座は平凡であるということだけ覚えてください。夢見るけど平凡ということは、アセンダント、自分のプライベートの性質が獅子座の方はプライベートでは平凡なんですが、相手に平凡さを求めないということなので、ちょっとこうパンクロックチックな、ちょっと派手めの女の子を好むかもしれないですね、この方はね。自分が平凡なんでね、ないものを求めるということですね。他人に理解されにくい、寂しさが常にある。ここをね、獅子座が、自分の本質の方に対してアプローチする場合は、理解してあげることが重要ですね。分かるよと口説き落とすわけですね。はい、
孤立感があってこそ獅子座の火が絶えずに済む。でも孤立しといた方がいいって感じですね、はい、自己激化衝動、シンデレラガールですね。ルーラーが太陽ですので自己中心的、はい出ました、はい自己中です。はい、獅子座の衝動をうまく満たせる場が必要。この場所が必要ですね。場が必要、場所が必要。だから自分の自己中心的な部分が発揮される場所を必要とするということです。こうしないとちょっと厄介者になっちゃうってことです。例えば家族の中ではその本質を見せつけられるということ、お父さん素敵、お父さんかっこいいって言われるような場所が必要。あるいはそこが無理であれば趣味の範囲とか、あとはスポーツのコーチとかをやるとか、何かその自分のこの自己中を満たされる場所が必要ということですね。はい、あと自信がないと内向化していじける性質があります。創造的な力を発揮する行為の中で自発的自信をつける必要があります。自分が作ることで理解します。何でも自分でやって発見していってください。まず自己中であって平凡である、そして自分がまずやって発見するということが大事です。はい、獅子座までやりました。今日はここまでにします。次は乙女座からやりたいと思います。ちょっと付け足すとですね、性質7ハウスですね。7ハウスに、7ハウスは何だったでしょうかね、思い出してください。はい、思い出した。はい、パートナー結婚ですよね。あなたの7ハウスには何の星座が入っていますか。これはパートナーの性質が7ハウスに出ます。どういうことかというと、結婚相手やパートナーは、ね、パートナーは2人ですよね。3人以内のパートナー、あるいは結婚相手はどんな性質の方がいらっしゃるか。例えば天秤座が入ってます。天秤座の性質を見ると、自分の今の旦那さんの性質と似てる可能性が高いということです。これはその方の本当の星座、10月生まれとか11月生まれとかそういうのではない性質なんですね。だいたいこんな人じゃないですかって言い当てるときに使います。はい、なぜかというと、アセンダントと MC というのが2つありますよね。これプライベートと外での自分の顔が2つあるということを表しています。なのでその方の本来の生まれの星座ともう一つの顔がありますよということですね。心理学的に言うとペルソナって言うんですけど、作り出すもの、そして作ってしまうもの、無意識に作ってしまうもの、その場所場所で作ってしまう顔を表しています。なのでこの7ハウスを見てあげてください。まあ、お友達のホロスコープを作成したら7ハウスを見てあげてください。その方のこのパートナーはどんな感じの人なのかがこの性質ですね。天秤座だったら相手に振り回される性質、優柔不断じゃないですかとか、あなたの旦那さん優柔不断ですねっていう風な見方ができます。この7ハウスというのはあくまでも自分ではなくパートナーのことです。相手ですね、はい、そんな感じで見ます。例えばこれが5ハウスだった場合、はい、5ハウスは何だったでしょうか。はい、恋愛ですね。恋愛相手の性質が分かります。例えば恋愛相手が先ほどの獅子座だった場合、平凡な方です。平凡な方に惹かれます。あるいは平凡な方とお付き合いをしやすいということですね。これは自分です。5ハウスは自分ですね。7ハウスは相手です。5ハウスは自分がそれを
求めているということの解釈になります。恋愛相手と結婚相手はまず違うということです。はい。そして、恋愛から結婚に至った人っていうのは、はじめ恋愛の相手は平凡だったけど、7ハウスになって、天秤座の性質に変わったということを表しています。はい、はい、ここまでいいでしょうか。ちょっと雑学が入りましたが、また次は、次回乙女座からやっていきたいと思っています。ではありがとうございました。